週はよろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。どういった役をやられてるかちょっと自己紹介がてら。はい、今田さん役ってのは何ていう役なんですか？はい、私が演じさせていただいているのは吾妻ゆうきという役でして、はい、そうですね、吾妻ゆうきさんまだまだ一気には喋って終わらせませんよ。まだゆっくり聞きたいことたくさんございますし、言ってもあの福山雅治さんと大泉洋さんという日本を代表する俳優さん2人との現場ですからね、はい、多分皆さん見てる方も多いと思うんですけど、ちょっと今田さんの方から確認とかしてみます？皆さん見てますか的な。確かにいいですか、原曲はーいという意思表示をしていただければと思います。はい、では皆さんラストマン見てる人わーわー大丈夫です。あのもう大泉さんとかね、すごいこう自分の空気感を作る天才ですから、そこのムードにこう巻き込まれたりとかしてないですか？いやでもあのいいように巻き込まれてはいってます。なるほど、それがまた芝居の方にも生きてくる。そうですね。へー、いいですね。結構お笑い的なことも好きじゃないですか。はい。だから大泉さんとか、まあ、福山さんもお笑い実は結構は。そうですよね。ね、はい。ちょっとそういうのね求められたりすることないですか？ちょっと今田さんにも無茶ぶりじゃないけど。無茶ぶりは、まあ、あんまりないですけど、でもあの今モノマネが流行ってます現場の中で、はい、ほうほう、あの私は全然できないんですけど、はい、いろんな方のこうモノマネをみんながしていくっていう。ちょっと待ってください今さん、そのみんなでモノマネをしてるのみんなには福山さんとかも入ってくるんですか？もちろんです。福山さんがモノマネするの現場で、はい、ちなみに誰のモノマネするんですか福山さん？永瀬くんですかね。あ、キング&プリンスの、はいはい、永瀬廉くんのね、はい、あ僕テレビかなんかで一回見た。本当ですか？めっちゃなんか変なキャラクターの永瀬くんやりますよね。いや、あのすごい似てて、福山さん発信でこう永瀬くんのモノマネがこう広がっていった感じです。信じられない。そうか、福山さん結構そうやってこう場の雰囲気を明るくするのを率先してやってくださるんだ。いや、かなりあの素敵な環境を作っていただいてますね。なるほどな、そういうところのアドリブもねちょっと楽しみですよね、はい、結構アドリブとかってあの芝居の中であったりするんですか？あのドラマあると思います。特に福山さんと大泉さんのお二人のシーンとかは結構アドリブ多く含まれてるんだと思います、そうなんですか、はい、あのテンポ感ってアドリブが生んでるんですか？やってると思います。信じらだから私もあの二人のシーンはあのテレビで見ることが多いので、はいはい、やっぱそこでクスッと視聴者と同じ感じで笑ってしまうときあります。それっていいですね。でも今後の展開ではあの二人のそういう家系の現場に今田さんもいることもある可能性あります、はい、その時アドリブで二人が面白い家系とかされたら結構大変の大変ですよね。笑っちゃいけないじゃないですか多分。そうなんです、笑ってはいけないので、それはもう吾妻として必死についていってます。うわ、すごいなぁ。そうです、ね、豪華なモノマネ大会がねあると。大泉さんもモノマネするんですか？もちろんです。もう大泉さんはもうたくさんやっぱり監督からもちろん永瀬さんもそうです、そうか、あの誰かの真似って言ったら現場にいる誰かの真似をしてみんな上げてくれるんだいい現場ですね本当に。はい、すごいな、大人気ドラマの裏にそういったわけあいとした現場の空気作りがあるんですね、はい、そうですね。それを踏まえてみるとまたちょっとドラマの見方も変わりますね。そうですね、確かに、うん、ね。さあでは今田さん、最後に皆さんにメッセージをいただいてもよろしいでしょうか？はい、そうですね、まあ、社会に対していろいろなメッセージ性があったりだとか、でもそんな中でも、まあ、お二人もはじめみんなのこうちょっとクスッと笑える瞬間だったり、さらにこうなんていうんですかね、痛快で爽快で事件を解決していく、あと南さんがやっぱり、まあ、ヒーローなんですけれども、そのヒーロー像が今までとどこか違ってみんなに助けを求めるっていうヒーロー像だったりするので、そこはすごく私もグッとくる部分でもありますし、皆さんに何か感じてもらえるんじゃないかなと思います。ぜひ毎週日曜ご覧ください。